小湊涼介役岡本信彦君。マスコ徹役。聖堂のためにどうもありがとう。今日は特別にお前たち二人でやってみろ。はい。俺たちは王者なんかじゃねえよな。挑戦者だ。誰より汗を流したのは聖堂。誰より涙を流したのは聖堂。誰よりこの時を待ちわびたのはここにいる全員だ。戦う準備はできているか。我が校の誇りを胸に、狙いはただ一つ、全国制覇のみ。いくぞ。聖堂高校1、2年生チーム、大阪亮太、島崎信長、桜井貴寛、花江夏樹、浅沼慎太郎、下野ひろ、松岡義継。聖堂高校3年生チーム、細谷義正、石川祐希、浪川大輔、森田正和、岡本信彦、畑野渉、そして東地博樹。スイッチヒーターなんで両打席出したいです。確かに今日しかも左利きなんですよね。そうなんですよ。左利きでグローブがないということで全くキャッチボールをやってません、はい、今日は必ず打ちます。今日は弟の敵を、死んだ敵を打ちたいと思います。 W4 番、あ、44で44で、いいなぁ、いいなぁ、行きたいと思います。頑張るぞ。よろしくお願いします。調子はいいです。調子はいいんですけど、野球なんてもう高校生の時ぐらい以来なんで、もう10年前の話で早くボール投げたいなって思ってるんですけど。私、吹奏楽部出身でございます。この神宮第一球場で私、高校野球の応援をしております。あ、懐かしいな。この曲もやりましたね。なんか後ろから変な視線を感じるんですけど、なんでしょうね。サーク一緒に。なんだよこれ。ということでよろしくお願いします。いきます。ダーッ、やばい、これやばい、やばい。2番岡本信彦君、はい、兄貴、この球取れるかな。花市、花市の球打てるかな。だ絶対打つよ。いくよ、いきます。打ちやすいとこよろしく。打ちやすいとこ、打ちやすいとこだね。行くよ。分かった。
兄貴に届けこのボール。はい、あった。これは右に切れていきました。おっとカメラさんの足元に。大丈夫ですか？すいません三遊間抜けるかという当たりでしたが、ショートのアウトゾーンに入りました。細谷義正くん、超痛いっす。頼むぞ、頑張れ。当たるわけど、めっちゃ痛いね。めっちゃ痛い。どうした？あの、さっき森田さんにバットの持ち方と振り方を教えてもらったんで。肘を高く上げろ。はいはいはい。あ、そうですね、先生。左で左。左の、あ、じゃあ右だ。右。右の肘上げて。あ、もういいや、それで。頑張ろう。これが僕の全力投球。これは空振り、スイングアウトの三振。はい、じゃあ行きまーす。よし、来た。これは三遊間抜けていく。あっと、しかしアウトゾーンに入ってしまった。外野のアウトということでペナルティーを受けていただくことになります。1番女子のハートにホームランセリフ。俺がリアクション、リアクションだ。頑張れ、頑張れ、頑張れ、いきます。3番は柴崎くん、ここが俺の本能寺だ。今日はそう語っていました。対応できず、仕方ない、甘い球を投げてやろう。スイッチ、空振り三振です。スイッチ、またしてもバントの構え。おかしいでしょ、ツーアウトからだ。行くよ、バントだ。これは前回とは違うか。ヒットゾーンに届くか、届くか、届かない。これはマイク、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 電池が落ちた。アウト、アウトです。次の回、川上範文がカーブばっかり投げます。嘘です。4番での登場です。滝川クリス優役、浪川大輔。曲は負けないで。クリス先輩、あなたには絶対負けません。川上、注目の初球です。空振り、高っ。空が曇ってきた、空が曇ってきました。誰だ、そんなことない、そんなことない。奇跡起きますよ。まさかのこれ乱闘ですか？行きます。まさかの乱闘が。あっと、見逃し。今行きますって言いましたよ。これしてるから聞こえづらいね。まさかの乱闘ですか？行きますよ。お願いします。はーい、これはストレートか。おー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 、これはホームラン。
イアントが待っています。踏んで踏んで、松田さんが風格が漂ってますね。なんかマスコバリに横顔かっこいいっすね。打てそうですね、これもね。いきます。うわっ、よしきました。ほらー、あっ、ツーベースです。いや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 、ボードに当たりました。ノリすげえ、この応援歌当たりますね。プロ野球選手みたいですよ。いきます。あ、これはいいっすな。まずはね、まずはね、いきます。これは三遊間抜けていくヒットだ。痛い。マジかよ。いや、合ってきてますよ。2球目を打ち返した。これも三遊間抜けていくか。あ、アウトゾーンからツーベース、ツーベース。これがリアル野球盤です。3連戦チーム2点目が入りました。信彦くん、さっき花市はカーブだったんで。さっきはカーブはやめてほしいですね。カーブは無理ですか。はい、細谷さん、僕になんか勇気の出る一言。勇気の出る一言、バットの握り方なんて関係ないんだ。頑張ってください。ありがとうございます。すいません、盛り上がってるところなんなんですけど、制度1、2年がピッチャー交代です。沢村英順投げます。ここで主人公の沢村登場。なんだい？打ち取らせていただきやす。来るなら来い。行きます。それカーブだって。初球は？それカーブ。すでにどちらの球種なのかビジョンで見えております。行きます。やっぱり兄貴はすごいや。あいだつめる、あいだつめる。うわ、怖っ。よっしゃー。これね、3球目はどうだ。空振り三振。キャプテン、またちょっと雲が出てくるんでしょうね。また暗雲立ち込める中、ええ、何か大輔がホームランを。雨神様に期待ですね。で、神様っているんだ。ボケろ、ボケろ。この回すでに3点を挙げている3年生チームです。ボケてほしい、ボケてほしいな。ボケてほしい、ボケてほしい。すごいボケてほしいな、すごいボケてほしいな。顔色と土の色が一緒です。ひどい。素晴らしいホームランに続いてクリーンヒット。そして先ほどの打席では二塁打を放っているハータル君です。お願いします。頑張るわ。よいしょ。さあ、これはアウト。高く上がった打球ですが、アウトです。マジか。センターのファインプレーか。ちょっと待って、あそこって罰ゲーム。さあ、ダイヤのエース何これということで用意されました。こちらリアクションだ。オスでございます。こちらを体にとってもいいオスをグイッといっぱい一気飲みしていただきます。畑野くん、畑野さん頑張って。いただきます。畑野くん、いった。お、なんか背景とお味は、うん、うか。僕ね、味関係なく冷たいものが苦手なんです。温めて。今、赤羽さんの方からものすごい酢の匂いが。
お願いします。ストレート、サゴイ、いきます。これは空振り、どんまいです。三振に倒れてスリーアウト、一挙4得点を挙げました。5番、花江夏樹くん。すっげえ短く持ってる、めっちゃ短い、短く持ってる。あの子好きですよ。好きだねこれね、めちゃめちゃバット、めちゃめちゃバット短く持ってる。ツーストライクです。早くも追い込まれました。ワンハリチ、落ち着いてけ。ハリチ、さっき集合写真の時に俺のお尻とか触るからそういうことになんだよ。俺のお尻も触ったでしょ、ハリチ。俺の尻も。じゃあ兄貴、投げてやれ。お、いいのかい。ハリチ、さあまたしても兄弟対決。容赦ね、容赦ね。ハリチ、さっき容赦ね、兄に向かってカーブ投げたよね。はい。おっと、しかしタイミングを合わせて、しかしこれはアウトゾーンの正面。ごめんね、ハリチ。アウトです。6番、篠野ひろくん。あ、メガネ、メガネ。あいつメガネ落としてた。篠野、なんか変な構え、バントじゃないかね。ピッチャーといえど、打てなければいけない。あれじゃ打てな、行くぞ。丹波さんに勝ちたい。プッシュ。嘘。すげえ、空振り勢に打ってきた。今度は、うまいですね。胸にだけは当てないように。あっと、これは空振り。ツーアウト、スイングアウトの三振です。ごめんなさい。今回が初出場となります松岡くんです。その筋肉質の肉体から果たしてどんな打球が飛び出すのか。畑野くんに負けないぐらいこっちも独特だからな。さあ注目の初球、じゃあいくぞ。これはカーブか。ちょ、行っちゃったよ。空振り、実況が言っちゃうって新しいな。吉田さん、先に球種言うのやめてもらえますか。申し訳ない。いきます。ストレート。あれ、あっと、これはまずいな。これ終わっちゃう、これまずいな。ビヨーンでさ、普通に打つ気はあるのか。これまずいな。いきます。何も言わない。打つ気はあります。あ、いった。あ、容赦ない。え、あ、入っちゃった。ストレート。おい、嘘でしょ。なんと見逃しの三振。すげー、微動だにしてない。このリアル野球盤ではめったに起きない見逃しの三振です。マジで。さあ、前回から4打席凡退が続いていた岡本くんですが、先ほどは綺麗なヒットを打っていきました。この打席にも注目です。今日のためにチョコレート10個食べてきたそうです。大美子さん、糖尿病には気をつけてください。初球攻撃、これはアウトゾーンに当たってしまいました。ショートゴロに倒れました。いい当たりだったけどね。ありがとう、みんな応援してくれて。次は頑張るよ。今度は打ちたいです。え、何何、どうした、どうした。集中するから。集中、いきまーす。ちょっと待って、ちょっと、静かな野球じゃないぞ。いきます。いいのか、いいの、応援しなくていいの。応援お願いします。応援お願いします。押していけ。ちょ、本当に打ちたいんで、僕今バットに当たったのがすごいことだから。もう終わりです。緩めのストレートお願いします。ストレート、タイミングありません。スイングアウト。さあ、最後の攻撃になります。 1,2 年生チーム、前回 MVP の大阪くん、ここは結果を出したいところ。行くぞ、おるぞ。初球攻撃、これはア
ウトゾーンを超えていきます。あとこれはここは繋いでいきたい。さっきいいの打たれてるからな。桜井君、今日はメイクさんにほうれい線を消してくださいとリクエストしたそうです。ほうれい線か、年とともに気になるな。フシこれはアウト。頑張れ、頑張れ、これは悲しい。なんでなんでなんで。さあ最後のバッター、最後のバッターになりたくない。頼むぜ信長くんです。信長頼むぜ。ここが俺の本能寺だって。本能寺とかいいから打って。初球は軽く空振り。信長頼むぜ。あんまり回ってこないかも。思い切り振って頑張れ頑張れ頑張れ。ああ当たった。これはレフトへ飛んでアウトゾーンに。あこれはアウトということです。スリーアウト。さらに罰ゲームが待っております。罰ゲームはケツバット。え？こちらチームメイトからケツバットを受けていただくことになります。次の打席の浅沼さんです。まず最初に謝っておきます。信長くんファンすいません。君が打ってくれたら俺左打席立ったのに。それまで取っといたのに。すいません、お詫び言ったわけじゃないんですけど、うん、僕のお尻を差し出します。ここが僕の本能寺です。じゃあ皆さん1、2、3って数えてください。お願いします。どうぞ。フェイント入りました。さあサイレンが鳴りました。第1試合青道高校 1,2 年チーム対3年生の試合はスコア4-0で3年生チームの圧勝に終わりました。1,2 年生チームの松岡くん、浮かない顔ですけれども一言コメントお願いできますか。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、今回負けてしまったんですけど まあここ神宮球場でこれだけの規模でリアル野球盤をやらせていただける機会なんてこの先生きてるうちに何回あるか分かったもんじゃありませんよ。だからもうここに来れたことで僕は満足です。こんなことに勝ち負けなんて関係ない。僕は気持ちで勝ったんだ。ありがとうございます。今回初出場の松岡君でした。涙のインタビューでございました。ありがとうございます。